今日こんなにね最高のイベントになってるのは、出演アーティスト、拙いスタッフ、そして皆さんのおかげだと思ってます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そんなね皆さんに気持ちを褒めて歌いたいと思います。 OK、 聴いてください。
できてんな。腹から出した声聞かせてほしいんだ。いい？じゃあまずはさ、俺がお手本見せるからみんな練習してみようか。 OK ですか？ちょっと待って、ビッグを出さないと。じゃあまずお手本見せるね。いきますよ、いくぞー。
喋っていいの？いいよ。水飲んでるから。うん、あやめ水飲んでるんだけどさ、ちょっとお願いがあって、みんなでお願いがあるんだよね。うん、あのね、12月にね、うちの姫がね、誕生日だったんだよね。誕生日だったんだけど、これメンバーも知らないから、俺今一人でやり始めてるから、次の段取りと全然違うから。飛ぶよ、うん、で、ね、でね、聞いて、みんなでハッピーバースデーを歌ってあげたい。そうだね、今日まで忙しかったから俺たちも何もしてあげられてなくて、でもみんなから歌ってもらったら最高かなと思って。協力してもらえますか？じゃあコウジさんお願いします。そう、じゃあうちも観客にいよう。俺すげー。じゃあ名前の時はあやめね、ちゃんと。え、何これ、どこがいいんだ。はぁ、じゃあもっとはぁで、はぁ、あやめに気持ちを込めて歌って。はい、ゆうさんも歌うんだよ、後ろで。なんかもう俺知らねえみたいなのに歌いたいと思うの。そうだね、前髪ばっかり知らねえ、ダメだからね。前髪切っちゃった。じゃあいきます、皆さん、ご唱和ください。あ、ご唱和だけいいんだけど、ご唱和じゃん、ご唱和ください、ご唱和ください。早く始めろよ。ハッピーバースデーやー。ねえ、待てこれ感動しないよ。ちょっと待って、頑張ろう。俺歌っていいのかな、ちょっと。ハッピーバースデー to you。こんなことをね、ケイチパパから言われるとは思わなかったんですけど、パパね、ほんとパパみたいなんですよね。なんかね、温かいぬくもりに、恵まれて嬉しいです。ありがとうございます。そして皆さんも、ね、一緒にこんな音痴なコウジさんと一緒に歌ってくれてありがとうございます。ね、嬉しいな。いやでも、本当にこうやってね、こんないいメンバーと巡り会えたのも、自分があの東京ドームに立ちたいという夢を持ってるから出会えたと思ってるんです。だから自分が夢を持ってたことに関しては本当に良かったなって思うし、なんか幸せだなって思うんです。だけど、まあ大変なこととか、うん、辛いこととかあるじゃないですか。でもそんなことよりも、その夢に向かって、うん、一生懸命頑張ってたり、歌楽しいなって思ってるから乗り越えていけてると思うんです。だからその気持ちをみんなにも知ってもらいたいし、ねむさの曲で楽しんで夢持ってみようかなとか、夢探してみようって思ってもらえるように気持ちを込めて歌うんで、次ラストに、ありがとうございます。それ待ってた、今来たばっか。ありがとうございます。次最後なんですよ。じゃあラスト盛り上がっていきますか。準備できてますか。ラスト駆け抜けてくぞ。We'll be right back.
や暑いね、やばい。いやなんかちょいちょいね、テンション上がりすぎてほほほって思ってそれもそれもライブでね楽しいとこなんじゃないですか。そうですね、やっぱもう盛り上がることがやっぱ楽しみですからね。ちょっとだけね、急にカメラが見て若干僕緊張するっていう新しいいっぱいですね。ちょっとポーズしちゃって、ちょっと品川です。いいとこ出ましたか。愛しなきゃなんてちょっといいっすよ。はい、前の方違ったから。はい、目を当てようっていう本当の目はどんなでしょうっていう。そうですね、なるほど。そうなんですよ。それを多分受付で来るときにいただいた紙があると思うんですけど、はい、そこに書いて投票します。ちょうど今の時間あったからよかったらね。そうですね、書いていただいて、はい、もう投票をそろそろ締め切る形になってしまうの で、ね、はい、皆さん今のうちに書きに来ちゃってください。はい、お願いします。はい、こちら書いていただいて最終的に僕が選考します。でその選考によってね、この目が決まる可能性があるってことですよね。はい、なんでね、ぜひ結構本当にいい目でもいいですし、ちょっとこう俺のなんだろう面白いところどうやみたいな感じで、そうですね、はい、でもそれの商品が、はい、はい、商品あったの。そうなんですよ。じゃあぜひね、はい、楽しみにしてください。はい、楽しみにしていただきたいと思います。アンコール、曲がりくねてる
ー